ございます。チキです。はい、2022年、一発目の兆候ですね。はい、この間、動画上げたと思うんですけども、冬の装備品を強化しまして、リールも変えて、冬のねバス釣りに向けて装備がまた強くなったということで、今日はこの間買ったものをいろいろ試しながら冬のバスを釣れたらいいなと思ってやってきました。いやー、釣れるかな、わかんないですけど、今日も一日頑張りたいと思います。ちょうど正面になんか織田が沈んでるんだよな。織田先生が、それを見つけよう。もうちょっと左か。うん、おーっと、対岸届いた。ナイス。フォールできた。2022初バス。ちょっともうサイズ問わずめちゃくちゃ嬉しい。やったー。あー、嬉しい、めっちゃ嬉しい。やばい、超嬉しい。ありがとう。もうサイズじゃないもんな。サイズじゃない。ああ、ありがとう。元気に冬を越してくれ。あっち。ああ、嬉しい。やばい、めっちゃ嬉しい。すごい、やった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 。ちょっとこの調子でリフト&フォール続けていきたいと思います。やばい、嬉しい。それしか出てこん。あー、いい年になりそうです。はい、また上州屋に行きまして、追加購入をしてきました。この間あんだけ買ったのに、なんか上州屋の入荷情報を見たらですね、いろいろと入荷してたんで、これはいかんといけんと、買いにいかんといけんと、また買ってきたんで、このね、お昼の合間にちょっと紹介したいと思います。あんまり多くないんですぐ終わると思うんですけど、はい、まずね、まずこれです。はい、買い忘れていたファットリップ3インチ、これはもうオモヘッドワッキー用です。冬の
冬の鉄板ですね、これも。のサンドフィッシュっていうカラーと、裏が白いと、ブルーギル、ブルーギルっていうカラーです。これですよ、売ってあったんですよ、いっぱい。カバースキャット、お一人様3点って書いてあったんですけど、2個買いました。このワカサギカラーとの 3.5インチ、 2.5 インチの、ブルーマロンっていうカラーですね。はい、これを2つ買ってきました。ちょっとスモラバがなかったので、コスモ、ボトムアップのコスモの 2.5 グラムのスモラバ、はい、モエビ、そしてこれがあったんですよ。これ銀色のやつの、ちっちゃいやつ、ブルゾック、ベイビー、ベイビー、ちっちゃいね。何インチこれ、何インチなんだろう、書いてないね。これのモエビと、ブラックブルーフレーク、はい、このさっきのコスモにつけたらちょうどいいんじゃないかなと。うへー、ちっちゃ、ちっちゃい。ちなみに今ここにダディがついてるんですけど、ダディね、ダディとベイビー、こんなに違う。はあ、コスモつけて、おー、いいですね。はい、だいぶ違うわ。これをズル引きかカバー中に入れて、ね、揺らしてあげる。そんな感じで使ってみようと思います。以上、今日は少なめでした、購入品紹介。買ってばっかりだな、釣れよ、釣れよって話、本当に。風が強くなってきたので、風裏を探して入ろうかなと思います。いやー、でも一本釣れただけでめっちゃ嬉しい。貴重な冬バスですよ。サイズはともあれ。釣ったね、リベロがですね、ファンの方にいただいた7グラムのリベルですね。ありがとうございます。あとはこの間買った、元旦に買ったね、ルアーでなんとか釣りたいですね。風がすごいあったかいし、風裏のシェードとかちょっと落ち着いてるところがいいんじゃないかなと思うんですけど、風裏に行くにはね、まあまあ歩かないといけないんですよね。まあちょっとお正月ぐうたらしてたので、いい運動ですね。これは続き頑張ります。今回ちょっと一個一個のリグを試してると時間が足りないので、一気にやっちゃおうと、一気にやっちゃおうと思います。もう竿一本じゃ足りないから、本当に。